オークロードの討伐、俺がですか？ええ、そうです。いきなり現れて、随分身勝手な物言いじゃないか。ドライアドのトレイニーとやら、なぜこの町へ来た？ゴブリンよりも強い種族はいるだろう。そうですわね。オーガの里が健在でしたら、そちらに出向いていたでしょう。まあ、そうであったとしても、この方の存在を無視することはできないのですけれど、我々の集落がオークロードに狙われれば、ドライアドだけでは対抗できません。ですからこうして強き者に助力を願いに来たのです。オークロードがいるってこと自体、俺たちの中では仮説だったんだけど。いますよ、オークロード。ドライアドはこの森で起きたことならば大抵は把握しておりますの。ドライアド様がお認めに？ならば本当に？返事は少し待ってくれ。ん？こう見えてもここの主なんでな。鬼人たちの援護はするが、率先して藪をつつくつもりはないんだ。情報を整理してから答えさせてくれ。会議を続けるぞ。オークたちの目的について何か意見のある者はいるか？思い当たることが一つあります。うん。そうへ、私たちの里調査してきましたか？はい。その様子ではやはり。はい。同胞の者も多くの者もただの一つも。ん？何が？死体です。うん。20万もの大軍が食えるだけの食料をどうやって賄っているのか疑問だったが。それってまさか。ユニークスキル、飢えるもの。飢えるもの。世に混乱をもたらす最悪の魔物、オークロードが生まれながらにして必ず保有しているスキルで、オークロードの支配下にある全てのものに影響を及ぼし、イナゴのように周囲のものを食べ尽くす。食らった相手の力や能力までも取り込み、自分の糧とするのですわ。あなた様の捕食者と似ていますわね。飢えるものの代償は満たされることのない飢餓感。オークたちは果てしない飢えを満たし、力を得るためだけに進むのですわ。ただそれだけが彼らの王の望みゆえに。オークの狙いはオーガやリザードマンといった森の上位種族を滅ぼすことではなく、その力を奪うことか。さてとなるとだな、うちも安全とは言い難いな。テンペストウルフに鬼人、ホブゴブリン、味はともかくオークたちの欲しがりそうな力を持った餌だらけだ。一番奴らの食いつきそうな餌を忘れてやしませんか？どこに？それにオークロード誕生のきっかけとして魔人の存在を確認しております。あなた様は放っておけない相手かと思いますけど。魔人か。いずれかの魔王の手のものですからね。森で起きたことは大抵把握しているか。食えないお姉ちゃんだ。リムル・テンペスト様、改めてオークロードの討伐を依頼します。うん。ガロー族を下し鬼人を庇護するあなた様なら、オークロードに遅れを取ることはないでしょう。大賢者どう思う？信用していいのか？ドライアドはジュラの大森林の管理者。不届きな者、森に対し害意を持つ者に対し天罰を下す存在と言われています。天罰か。でもな、20万だぞ。当然です。え？リムル様ならばオークロードなど敵ではありません。まあやはりそうですよね。ええ、嘘！この子勝手に。わかったよ。
オークロードの件は俺が引き受ける。みんなもそのつもりでいてくれ。はい、もちろんです、リムル様。どうせ最初からそのつもりだ。俺たちは旦那を信じてついていくだけさ。その通りですぞ。我らの力を見せつけてやりましょう。うむ。なんて格好つけて、負けたらどうしよう。不安ですかな、リムル様。できる準備は全部するつもりだ。ハクロ、俺に気合を入れてくれ。どれ、軽く揉んでやりましょうかの。さっさと始めようか。やっほー、オイラの声聞こえる？対応策は…いくぞ。了解よ。頑張ろうか。多く20万の軍勢を相手取るとなると、リザードマンとの同盟を前向きに検討したいところだが、死者があれなんだよな。話が通じるやつと交渉したいところだが。リムル様、リザードマンの首領に直接話をつけてもよろしいですか。ソエ、できるのか。はい。やだイケメン。よし、ではリザードマンと合流し、オークを叩く。決戦はリザードマンの支配領域である湿地帯になるだろう。これはリザードマンとの共同戦線が前提条件だ。頼んだぞ、ソエ。お任せ。狩猟がガビルみたいなアホじゃないといいけど。あっ、起きたかよ。ここは、はあ、そうだ、我が輩はあのふざけた顔の男に。うぬ、すっかり騙されたわ。どういうこと？簡単なことよ。我が輩を制したあの者こそあの村の本当の主に違いない。なんと！あれが？そうじゃないとガビル様負けたりしないよ。しかり、汚い、騙してガビル様の油断を誘うだなんて。卑怯なり、ふざけんな。まあ落ち着け。弱者なりの知恵というやつだろう。器の大きさ山のごとし。いや、時期終了。いやー、かっこええなガビルは。いやいや、我が輩などそれほどでもって何やつ。最初からいたよこの人。聞いた通り、えらい男前やないか。わいはラプラスというもんです。ラプラス？ゲルミュッド様の使いで、あんたに警告をしに来たんや。おお、ゲルミュッド様の。ゲルミュッド様って？ガビル様に名を授けてくださったというお方だ。ご足労をおかけしたな。して、ゲルミュッド様の警告とは？これがまた、えらいことになってるんですわ。ん？今回のオークの軍勢、どうやら本当にオークロードが率いてるらしいです。オークロード？
リザードマンの狩猟はできたお人やけど、もうかなりの落としやし。正直なとこ、お父上には荷が重いんとちゃいます？オーク軍撃退の後に狩猟の座を受け継ごうと思っていたが、それでは間に合わんようだな。せやせや。ラプラス殿、挨拶もそこそこだが、我が輩たちは。って湿地帯に戻りはるんやろ。早行った方がええで。うむ、片付けない。出発するぞ。おせいぜい頑張りや、ガビルハン。狩猟、いかがいたしましょう。多くが迫っておりますが。籠城するしかあるまい。20万の多くを相手に戦う術はない。はっ。狩猟、侵入者です。狩猟に合わせろと。会おう、連れて参れ。え、危険では。そなたも感じるか、このオーラ。ええ、ただものではありません。これはリザードマンの精鋭100体でかかったとしても。失礼、今取り込んでおりましてな。おもてなしもできませぬ。気遣いは無用だ。俺は単なる使者、我が主の言葉を伝えに来ただけなのだな。して要件は？我が主はリザードマンとの同盟を望んでいる。同盟？はて、そなたの主をわしは知らんのだがね。我が主はリムルテンペスト様だ。ドライアドより直に要請を受け、オーク軍の討伐を確約されている。森の管理者が直接。オーク軍を率いているのはオークロードだという。この意味を踏まえてよく検討してほしい。リムルだと聞いたこともない。どうせそいつもオークロードを恐れて我らに泣きついてきたんだろう。素直に助けてくれと言えばいいものを。口を塞ぐのだ。終了。そのような態度では舐められ。同族の非礼を詫びよう。許してやってもらえないかな。これは対等の申し出なのだろう。失礼、脅すつもりはなかったが、主を愚弄されるのは好まぬ。よく言う、止めねば迷わず首をはねただろうに。見たところ、そなたのオーラは南西に暮らすオーガであろう。今は違う。主より宗英の名を賜った折、鬼人となった。鬼人？オーガの中から稀に生まれるという上位種族。ならばそなたに名を与えた主とはそれ以上の存在というわけか。オークロードの出現、この局面において強者からの同盟の申し出、断る理由はないな。だがソウエイとやら、一つ条件がある。聞こう。そなたの主、リムル・テンペストと会いたい。わかった。では我らは準備を整え、7日後にこちらに合流する。その時お目通りしてもらうとしよう。うん。それまでは決して先走って戦を仕掛けることのないように。承知した。では。はあ、どうにか光明が見えたようだ。皆を集めろ。オーク軍はすでにこの地下大洞窟のそばまで迫ってきている。だが恐れることはない。7日後には強力な援軍が見込める。それまで我々は籠城し、戦力を温存するのだ。間違っても攻撃に打って出ようなどと思うな。戦死すれば餌になり、奴らの力が増すと思え。それが
オークロードを相手に戦うということだ。援軍と合流した後、反撃に転じる。その時まで耐えるのだ。誰一人死ぬことは許さん。一匹潜り込んでいたか。蹂躙せよ、蹂躙せよ。こんなもので石膏が務まるのかは疑問だが、始末させてもらう。はじめまして、そしてさようなら。イヤッホー、オイラの声聞こえる？これは使える。あっ、俺の番だ。みんな頑張ろう。任せて、お仕置きよ。みんな頑張ろう。消えなさい。しまった。終わった終わった。親父殿。おお、戻ったか。して、ゴブリンからの協力は取り付けることができたのか。は、その総勢7000匹待機させております。うん。多く相手に籠城とはどういうつもりなのです。とても誇り高きリザードマンの戦い方とは思えませんな。お前がいない間に同盟の申し出があったのだ。その者たちと合流するまでは防衛に徹するのが最善だ。おい、おいち。何？天然の迷路を利用し大軍と戦うのはいい策かもしれん。だがそれではあまたある通路に戦力を分散させすぎて、戦力の集中による迎撃ができぬ。ガビル殿、これは一体どういう。落ち着け親衛隊長、危害を加えるつもりはない。しかし手荒な手段になってしまったことは後で詫びる。窮屈な思いをさせるが、我が輩がオークロードを撃つまで辛抱してくれ。息子よ、勝手な真似は許さんぞ。話せ。話せんか。ガビル殿、いえ、兄上、目を覚ましてください。ガビル様、これを。親父殿の。うむ、この力、ボルテクススピアよ、我が輩を主と認めてくれるのか。各部族長の掌握が完了したぜ。若い連中にはこの防衛戦に疑問を抱いていた者も多かったからな。そうか、みんなあんたについていく。頼むぜガビル様。いいとも、我が輩がリザードマンの真の戦い方を見せてやろうぞ。時が来たのだ。おお、豚でも必要以上に恐れることなどない。湿地帯は我らの領域、多くどもをかく乱するのだ。ぬかるみに足を取られるノロマに遅れは取らん。やった、攻撃が効いてるぜ。しかり、よし、一旦離脱。はぁ、なんだ、オークが、オークを食っている。蹂躙せよ、蹂躙せよ、蹂躙せよ。食べた仲間の力を我が物に、食べた獲物の力を我が物に。
相手は多くの上位部隊のようですが、いかがいたしましょう。いかがって助けないわけにはいかないだろう。勝てるか。たやすいことかと。即答かよ、イケメンだな。ではやれ、俺たちもすぐ行く。よい。みんな戦闘態勢を取れ、行くぞ。はっ、やるっす。仰せのままに。あれあれ、もう終わってるっすか。あら、宗衛のやつ本当に有能だったよ。少しは残しといてくれよ。深手を追っています。ああ、これを飲め。大丈夫、ポーションだ。傷が。致命傷だと思ったの。あなたは。俺はリムル・テンペスト。お願いがございます。我が父たるリザードマンの首領と兄たるガビルをお救いくださいませ。ガビルの妹なのか。何があった。兄ガビルが謀反を起こし首領を幽閉したのです。兄はオーク軍を自らの力で退けるつもりのようですが、オークロードを甘く見ており、このままではリザードマンは滅亡することになりましょう。父は見張りの隙を見て私を逃がしてくれました。虫のいい話であるのは重々承知しております。しかし力ある魔人の皆様を従えるあなた様のその慈悲にすがりたく、何卒よくぞ申しました。リムル様の偉大さに気づくとは、あなたは見どころがあります。おいシオン、リザードマンは救われるでしょう。おいおい、ありがとう、ありがとうございます。勝手に仕事を取ってくるこの感じ、まさに秘書だな。まあ仕方ない、どうせオークロードとは戦うんだ。ガビルの妹ってことは狩猟の娘さん。はい。では君を狩猟の代理と認める。ここで同盟を締結することに異論はあるか。いえ、異論など。じゃあ決まりだ、同盟は締結された。同盟相手は助ける、当然だろ。ありがとうございます。ソエ、狩猟のところまで影移動できるか。もちろんです。有能で羨ましいよ。リザードマンの狩猟救出を頼む。ギョイ。よかったなベニマル、まだ残ってたぞ。暇つぶしにもならないでしょうね。何をしても無駄よ、消えなさい。しまった、しまった。対応策は目の番だ。しまった、命知らずが多いのね。みんな頑張ろう。しまった、しまった。任せて、お仕置きよ。しまった。よし、次。何をしても無駄よ。しまった、しまった。消えなさい。しまった。うっし、終わった終わった。
ークを食ってる。退却だ、急げ。ガビル様、回り込まれちゃったよ。何が起こった？明らかに奴らの動きが素早くなっている。バカな、オークの足に水かきだと。それではまるで、まるで我らと同じではないか。さっき仲間が一人食われた。しかりそこから奴らの動きが変わった。まさか食うことによって我らの能力を。ゴブリン隊を守りつつ退却するのだ。急げ。これだけなら逃げ切れたかもしれんが、ゴブリンたちを連れてきたことが裏目に出てしまった。蹂躙せよ、蹂躙せよ、蹂躙せよ。食べた仲間の力を我が物に、食べた獲物の力を我が物に。恐れるな。我ら誇り高きリザードマンの力を見せつけてやれ。なんと凄まじい容器であるか。そこのオーク。貴様がオークロードであるな。我が輩はリザードマンの首領ガビル。我が輩と一騎打ちで決着を。ロードではない、我はオークジェネラル。オークロード様の足元にも及ばぬ。オークロードではない。これほどの力を持ちながら足元にも及ばないだと。一騎打ちだったか。面白い、受けてやろう。感謝する。一体どれほどの化け物だというのだ、本当のオークロードは。やってきたでーな、ギルミュッド様。うむ、計画の方順調に運んどるようやな。我が子が森の覇権を手に入れる日も近いだろう。そうすれば俺の野望も。なかなか楽しそうな話をしていますね。トリア！何者？私の名はトレイニー。この森での悪巧みは見逃せません。はあ、こりゃヤバいぞギルミュッド様。森の管理者ドライアドや。何だと？森を乱したという罪であなた方を排除します。はあ！
精霊召喚シルフィード。今待て、気早すぎやろ。断罪の時です。罪を悔いて祈りなさい。エアリアルブレード。おい、腕。むっちゃくちゃしよるな、あんた。問答無用かいな。まあ、目的は達成しとるし。わいらはおいとまさせてもらうわ。ほな、さいなら。逃げられましたか。状況は思わしくありませんね。リムルテンペスト、オークロードの討伐、信じていますよ。ボルテクスクラッシュ！カオスイーター！我が輩を食おうというのか！どこまで逃げられるかな。ガビル様！助太刀を！手を出すな！これは一騎打ちである！男だぜ、ガビル！ガビル！ガビル！ふん！これ好き！トカゲは地面を這いつくばっているのがお似合いだ。ガビル様！貴殿はあの村の真の主殿ではないか。あ、何言ってるすか。この人残念な人なんすか。もしや我々の助太刀に。あれはゴブリンライダーの隊長ゴブタだ。ガロー族の。我が名はランガ。リムル様の命により助太刀に来た。いかにしてここまで。影移動7番の柿様。それよりさっさとこのでかいやつやっつけるっすよ。待て、これは一騎打ちだぞ。言ってられる状況じゃないっすよ。思ったより頑丈っすね。リムル様、早く来てくれないっすかね。小賢しい。邪魔立てするなら容赦は。おっと、始まったみたいっすね。ん、リザードマンの大魔法か。早々にケリをつけて大魔法を操る者を始末せねば。ガビルさんでしたっけ。さっさと防御陣形を整えるっすよ。ぬ、分かったのである。しかしあの炎は。心配いらないっす、味方の術っすから。多分。だからどけと言ったろ。貴様ら何者だ。覚えてないのか。ひどいな。里を食い散らかしてくれたじゃないか。その角、まさかオーガか。どうかな、今は少し違うかもしれない。いよいよじゃな。この機会を与えてくださったリムル様に感謝いたします。もう一度言う。道を開けろ豚ども。灰すら残さず消えたくなければな。少しはやれる者もいるようだ。だが無駄なことよ。ゴブリンに犬畜生、どこそのコッパ魔物の配下が加わったところで我らの優勢は少しも揺るがんわ。コッパって。では見せてやろう。お、
よし、行きましょう。イヤホー、オイラの声聞こえる？みんな、頑張ろう。何をしても無駄よ。しまった、俺の番だ。これしまった、これは使える。来てくださったのか、ソウエイ殿。しかし、なぜ？同盟は締結された。それはどういう？私を狩猟の代理と認めてくださったのです。援軍は来ます。まだ諦める時ではありません、父上。一族は助かるのか？ソウエイ殿！心配いらない。そういう反応になりますよね。わしの判断は、同盟を受け入れるという判断は正解だった。見ているな、オークを操る者よ。次は貴様の番だ。オーガの里を滅ぼし、鬼人を敵に回したことをせいぜい後悔するがいい。死ね。クソどもが、役立たずめ。鬼人だと？ゲルドには俺の誘いを断りやがったオーガどもを真っ先に襲わせたが、まさか生き残りが進化したとでも言うのか。それにあの獣だ、ジュラの森にあんな化け物がいたなど聞いてない。俺の知らぬところで一体何が起こっているというのだ。クソ、まずい、何とかしなければ。ここまで来て計画が潰れるなど、このままでは俺があの方に殺されてしまう。出たな。腹が減った。何でもいい、食いたい。いたぞ、オークロードだ。はっ。さてと、オークロードよ、引導を渡してやる。魔人か？どういうことだ、このゲルミュット様の計画を台無しにしやがって。ゲルミュット？ゲルミュットとはリグルドの長男に名前をつけたやつだったな。です。もう少しで俺の手足となって動く新しい魔王が誕生したというのに。新しい魔王？そうだ、だから名付けをしまくった。種をまきまくったんだ、最強の駒を生み出すためにな。そのために我らの村にも来たということか。これはゲルミュット様。
あれがガビル様の名付け親の。どうしてここに？もしかして我が輩たちを助けに？役立たずのノロマが！え？貴様もさっさとオークロードの糧となれ！は？あの人何を言ってるの？役に立たない無能の分際でいつまでも目障りなやつよ。オークロードに食われ、力になれ。俺の役に立って死ねるのだ、光栄に思うがいいぞ。ゲロやれオークロード。どうした？魔王に進化とはどういうことか。ち、本当に愚鈍なやつよ。貴様が魔王オークディザスターになってこのジュラの森を支配するのだ。それこそが私とあのお方の望みだ。あのお方？何をボケっとしている豚が。時間がない。手出しは厳禁だが俺がやるしかないか。死ね！ガーン！ガビル様！お逃げくだされ！ガーン！お前たち！ガビル様が無事で。よかった。ゲルミュット様！オークロードの養分となり、俺の役に立つがいい！上位魔人の強さを教えてやる。死ねえ！デスマーチダンス！ゲルミュット様！なあ、これが全力か？この程度の技でどうやって死ぬんだ？貴様、あなたは、あなた様は、俺、ポーションだ。部下たちに使ってやれ。はい。しっかりしろ。我が輩のためにこんな。さて、なんなんだお前。こいつが黒幕か。ガビルもこんなやつに騙されるなんて。だ、貴様、この俺様。だけど俺はガビルを気に入った。助ける理由なんてそれで十分だ。このゲルミュッド様が相手をしてやろう。はじめまして、そしてさようなら。の声聞こえる？かく。対応策は…なんだ？俺の番だ！これ！やるわ。頑張ろう。
上位魔人とか言って偉そうにしてても大したことないんだな。わかった、仲間にしてやろう。俺はいずれ貴様終わるぞ。あのお方がお前を許さんぞ。そのお方のこと詳しく聞かせてくれよ。誰が糸を引いているのか。やめろ、来るな。おい、オークロード、俺を助けろ。腹が減った。クソが、俺を助けろ、オークロード。いや、ゲルドよ。このグズがようやく動いたか。こいつの強さを思い知るがいい。やれゲルド、この俺に歯向かったことを後悔させて。ゲルミュッド、生命反応停止しました。ああ、見ればわかる。確認しました。オークロード、個体名ゲルドの魔素が増大しました。魔王種への進化を開始します。成功しました。個体名ゲルドはオークディザスターへと進化完了しました。オークディザスター、魔王ゲルド、放置するわけにはいかないよな。俺はオークディザスター、この世のすべてを食らう者になる。名をゲルド、魔王ゲルドである。こいつを今殺しておかなければ本当の最下になる。強大な魔力の接近を感知しました。食らい尽くしてくれるわ。よし、行きましょう。オイラの声聞こえる？何をしても無駄よ。潰すことにしたわ。これは使える。了解よ。行くぞ。了解よ。消えなさい。太陽策は俺の番だ。バカな。うっし、終わった終わった。リベル様、ここは俺たちが。薄汚い豚が魔王だと思い上がるな。よやった。素晴らしい回復能力だな。創始妖魔人、やれベニマル、ヘルフレオ。Roar!
れが痛みか。嘘だろ。王よ、この身を御身と共に。自己再生と回復魔法か。足りぬ、もっとだ。もっと食わせろ、デスマーチダンス。食らい尽くせ、カオスイーター。リベル様。大丈夫だ、任せろ。俺にだってな、奥の手があるんだよ。ちょっと卑怯だが、出番だぞ体験者、お前に託せ。リョウ、オートバトルモードへ移行します。体験者のお手並み拝見と行こう。おお、すごい、さすがは体験者さんだ。このまま食らってくれるわ。フレアサーキル、これなら作戦完了です。さすがは大賢者、完璧だな。だが、緊急事態が発生しました。確認しました。オークディザスターゲルドは炎熱攻撃耐性を獲得。やっぱり炎への耐性を獲得しやがったか。そんなことだろうと思ったよ。至急再演算を行い。交代だ大賢者。悲観するなって。お前のおかげでこいつの倒し方が分かった気がする。だからあとは俺に任せてくれよ、相棒。俺には炎は通じぬようだぞ。そうかよ、炎で焼け死んだ方が幸せだったかもしれないぜ。俺はお前を敵として認めた。本気でお前の相手をしてやろう。少子、今までは本気でなかったとでも。もはや貴様には何もできぬ。このまま俺に食われるがいい。お前に食われる前に俺がお前を食ってやる。俺はスライムだ。食うのはお前の先輩特許じゃねえんだよ。お前が俺を食うのが先か、俺がお前を食うのが先か、相手を食い尽くした方が勝ちだ。対象が出現しました。食らい尽くしてくれるわ。さっさと始めようか。イヤッホー、オイラの声聞こえる。何をしても無駄よ。
剣士強化を獲得しました。剣士強化を獲得しました。怪我はしてない？うん、大丈夫そうだね。腹が減ったのか？少し待っていなさい。さあ、食べなさい。しっかり食べて大きくなるのだぞ。およ、もうおやめください。この大飢饉の中、王であるあなたまで失っては、我ら王国にはもはや絶望しかありません。おととい生まれた子が今朝死んだ。昨日生まれた子は虫の息だ。この身はいかに切り刻もうと再生するというのに、これがすでに絶望でなくて何だというのだ。王よ、森に入り食料を探す。しかしジュラの森は暴風竜の加護を受けしましょう。その暴風竜は封印されて久しい。少しばかりの恵みを。俺は他の魔物を食い荒らした。ゲルミュッド様を食った。同胞すら食った。同胞は飢えている。俺は負けるわけにはいかない。この世は弱肉強食。お前は負けたんだ。だからお前は死ぬ。俺は負けるわけにはいかない。俺が死んだら同胞が罪を背負う。俺は罪深くともよい。皆が飢えることのないように、俺がこの世のすべての飢えを引き受けるのだ。それでもお前は死ぬ。だが安心しろ。俺がお前の罪もすべて食ってやるから。俺の罪を食う？ああ、お前だけじゃなく、お前の同胞すべての罪も食ってやるよ。同胞を含めて罪？そうだよ、俺は欲張りだからな。だあ、強欲なものよ。俺の罪を喰らうものよ。眠いな。ここは暖かい。感謝する。俺の上は今満たされた。確認しました。オークディザスター消失。安らかに眠るがいい、ゲルド。終わったな。は、オークロードを打ち滅ぼしたら自由にしてもらっていいという約束だ。今までご苦労だった。リムル様、お願いがございます。なんだ？何とぞ我らの忠誠をお受け取りください。我らこれからもリムル様にお仕えいたします。いいのか？異論はござらぬ。あなた様に会えて自分たちは幸運であります。私はリムル様の秘書兼護衛ですよ。絶対に離れませんからね。我らの命果てるまで。うん。